半前屋先生です、0.3 ピップス以上のシグナルで平均ですね、1回のシグナルからで分析しています。でこちらですね、このインジケーターですね。でこれで見ますと、こう、こうが負けてると、これは勝ってると、これは分かんないというふうな具合ですね。でここ今ちょっと実験投資なんでやってるんだけど、大幅に負けちゃってます。今マイナス9000ね。投資金額は269万1518円投資してます。バランスで少し変わりますけどね、あの時間帯でね変化していきますけど、相場の変化と円の相場の変化、それで、きついな、この音は負けてるんです。でこちらですね、こちらもまた釣り上がってきちゃったですね。きついのきついの、きついったらありゃしないってやつね。全部で3万ドルというかね、で269万1518円、この投資金額でプラスマイナスか出てます。これちょっと上がるか、これまで上がる可能性がやめておきましょう。で単に出てるのは近くなるね、はあ、いいですか。2日間ぐらいずっと上がったままなんですね。あれもひどく上がってね、ここでこうだな。